天皇ご一家は今日午後、赤坂御所から皇居の御所に引っ越されます。陛下は午後、皇后さま、長女の愛子さまと共に、皇位の印として受け継いだ剣と勾玉を皇居の御所に運び、住まいを移されます。しかし、実際の引っ越し作業はおよそ10日間かかるため、その間、ご一家は重要な儀式が行われる宮殿で生活されます。宮殿に生活する機能はありませんが、ご一家は最低限必要なものを持ち込まれます。宮内庁によりますと、陛下はコロナ禍で東京都外への移動が国民に誤ったメッセージとして伝わることを懸念し、宮殿に工夫すれば滞在できますと話されたということです。